OK Hello, this is トントン Train ということで、今日はイギリス3日目最終日。今日はどこ行こうかな、まあ、割とねのんびりしようかなと思うんですけど、まあゆったりまったりの Vlog 始まります。レッツゴー。ハリーポッターファンならわかるんじゃないでしょうか。ロゼッタストーンです。空港に向かれてます。こちらはレドンホールマーケットっていう場所です。まあいろんなブランドのねマーケットがあるんですよ。でね、ハリポタファンはねこっちですね。こっちを抜けていくと、この番号を見てください。40番があって、41番があって、42番が見えますかね。見えた？42番角にあるんですけど、この42番の先にこちらがあります。これハリーポッターファンならわかるんじゃないでしょうか。色が変わってるんであれですけど、こちらは実はハリーポッターの漏れ鍋の入り口となっている場所なんですね。映画ではここは確か青緑みたいな感じになってるとこなんですけど、今まあ白くない、メガネ屋さんなんでね、実際入ってもあの魔法の世界にはいけないですけど、漏れ鍋の場所です。よくない？なんかウォーキングツアーみたいな。もうちょっと雰囲気あるかなと思ったけど違ったね。まあそんな感じでした。こんな感じの場所です。まあイギリスっぽいなっていう。映画ではここを抜けてってモレナベのとこ行って、まあ普通のロンドンの街だよハグリッドみたいな感じで、モレナベのお店入っていくと魔法の世界につながるっていうマーケットです。ロゼッタストーンです。見えるかな？字がいっぱい書いてある。ロゼッタストーン。 What is ロゼッタストーン？興味ある方ぜひ大英博物館へ。はい、こちらは大英博物館です。あのね、中がすごい広くてね、いろんなのがねいっぱいあるからね、全部見てたらちょっと大変かな。だから目当てとしてはあのロゼッタストーンとかあれとかね、あとはモアイ像とか、まあ見たいものがあればあのそれ目当てで行って何日かかけて行った方がいいかもしれない。もしくは朝から行って全部巡るみたいな。僕は彫刻とかね、そういう石像とかあんま僕ごめんなさい分かんないからそこまであれですけど、それでも分かんなくてもなんか感じるものはあるから、あのいいと思う。でもすごい人、平日なのにすごい人ですね。うん、なのでぜひ来てみてください。大英博物館入場無料です。で三脚とか使っちゃいけないからそこだけ気をつけてください。こういうね象形文字のお土産とかもあるし、まあぜひ来てみてください。こちら小学校で習ったやつ、前方後円墳ってやつね。僕は詳しくは知らないけど、日本のもあります。面白いね。いい鎧、
面白くない？すごいね。あと器とかこういうのとか、いろいろありますよ。ということで、1時間半ぐらいぐるぐる回ってるんですけど、いろんな国、いろんな場所の発掘された食器やら衣服やら、今は本みたいなエリアに来てます。すごいよね。だからもうちょっと頭の中いっぱいになってきた1日かけても回るのも辛いのかもしれない。何日かで分けた方がいいかもしれない。もしくはターゲット絞って今日はここ行こうみたいな感じで、いろんなものが見えるから、本当にさまざまなこの本とか、食器、発掘されたもの、化石、日本のもあったし、アジアのもあったし、いろんなのがあるから、ぜひねガイドマップを見ながら行った方がいいと思います。ということで、そろそろお昼なんで、お昼食べに行こう。初日にも来たラーメン屋さんで締めでございます。やばい。これうまいんだぜ。これまたいつか8月来るな。もうすごい焼けた。これ黒くない？すごい黒い切れる、切れた、切れた。この半熟感やばいっしょ。はい、ここで替え玉を投入します。ダバー。これで食べ納め。またイギリス来た時に食べれるようにちょっと日々頑張ってお仕事したいと思います。あーうまかった、うまかった、うまかった。ということで、これから空港向かうんで、僕らのイギリス旅は今回で終わりです。またね、イギリス旅は多分8月も来ると思うので、8月また来た時もイギリス楽しみにしたいと思います。ということで、この動画いいと思った人はライクボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。飛行機間に合うかな。間に合え。ピカデリーサーカス、もうバイバイ、またね、レッツゴー。はい、ロンドンチューブに乗って帰ります。イエイ。空港に向かう電車が今ご覧の通り景色動いてませんね。止まっております。駅どっかで
ファイアーアラームが発生したとかっつって、今かれこれ10分少々止まっております。てか乗った時点ですでに間に合うかどうかっていう時間で乗ってたんで、これはちょっとイギリスの Vlog もう一日分増えるかもしれないね。空港で一日過ごしてみたみたいなね。来る時もね、あの入国の時僕パスポートの自動化ゲートでこうスキャンしてビビーってエラーになってさ、あの読み込ませてからカメラが動いて自分の顔スキャンするみたいな、顔のスキャン始まる前にパスポートを入れた時点でエラー、これ数十回続いてエラーがピコン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 ってなって、人呼ばれて別室連れてかれて別の検査を受けて入国しました。なんか持ってんだろうね僕はね、これ旅の何かがね。ということで走んないね。あ、動いた、いけんじゃない。ちょっとアラームが聞こえるけど、旅はトラブルがつきものです。旅はトラブルも楽しんでいきましょう。よいしょ、さあ急げ、レッツゴー。はい、空港来た、チェックイン行くぜ。はい、ボーディングがもう始まってるってことで、チェックインをババッと待って、レッツゴー。搭乗口遠いらしいよ、走る走る。チェックインのゲートは閉じてまして、スーツケースを結局機内荷物にしたんですよ。セキュリティチェック引っかかりまして、ただでさえ時間ないのにああだこうだして、でスーツケースが抜けたタイミングでゲートイズクローズと出てて、うもうってわかるこの汗すげえ走った。そしたらね、なんとゲート開いてないって言われた。まだ誰も登場してないよ。でも間に合ってよかった、不幸中の幸い。とりあえずアムスには帰れるみたいなんで帰りましょう。すげえ暑い。バイバイ。オーケー、到着。すっごい爆睡してた、飛行機の中で。寝てた。目がシャキッとしてるわ。オランダ到着しました。無事に到着です。また8月ゴーフェストあるからね、その時に楽しめるように、私も仕事とかいろいろ頑張ろうと思った。やっぱ旅行楽しいわ、すごい楽しい。超ウキウキ、生き生きしてる感じが伺えたと思います、僕のロンドン動画。ぜひね、気に入った方はライクボタン、チャンネル登録もね、お願いします。8月までまた頑張るよ。みんなもね、ゴーフェスト、グローバルでも何でも絶対楽しいことあるから、頑張って毎日頑張っていきましょう。ということで、また何かの動画でお会いしましょう。もうバイバイ。